指輪エテルナをご紹介いたします。こちらがレディースデザイン、こちらがメンズデザインです。スペイン語で永遠のを意味するエテルナ、すべてをあなたと超えていくと決めたあの日からというコンセプトです。それでは試着してみましょう。はい、では全体をご覧いただいております。ちょっと V 字ですよね。はい、緩やかですね。はい、ただこうプラチナとゴールドのコンビネーションのデザインなので、すごくこう左右がはっきりとしていてデザイン性があるようないいですね。何でしょう、それはこの全体的な丸みのせいでしょうか。そうですね、この緩やかなカーブもそうなんですけども、意外とこの側面部分も平たくできているので、 指に当たる感じっていうのが少なくて、そうですね、だんだんとボリューム感がサイドに行くにつれて出ていきますので、強度面は心配なさそうですね。ダイヤモンドはピースですか。はい、もっと華やかな印象だと思いました。意外と少なめですよね。ただグラデーションでこうだんだんと大きくなっていきますので、すごく華やかな印象になるんじゃないでしょうか。はい、メンズはどうでしょうか。メンズもだんだんとボリュームが出ていくので、華奢すぎなくて女性っぽいっていう印象じゃないと思います。ボリューム感ありませんか。確かに先端よりもやはり首の腹側の方がボリュームがあるように感じます。左側はプラチナ、右側がゴールドという仕上げですね。はい、じゃあリリースはいかがでしょうか。リリースの V 字ラインがとても綺麗ですね。はい、指にはすごく馴染みやすい形なんですけども、やはりこの V 字のラインがお指を綺麗に見せてくれるような効果がありますね。シンプルで男らしいプラチナと華やかで女性らしいゴールドを組み合わせた、そんな結婚指輪です。